伊藤勇樹選手は2021年にライジン初参戦。実はアニメ好きな一面もあり、一番好きなアニメはバイオレットエヴァーガーデンだそうです。どうですか伊藤選手の印象。伊藤選手は、はい、あのうちの練習パートナーの関原とやってるんで、うん、関原に勝って、はい、ライジンにも何度も出場してて、はい、すごい花のある選手で注目してますね。確かに関原とやってるんで応援します。個人的にはバイオレットエヴァーガーデンは知ってます？いや分かんないですね。わかる。わかる。めちゃめちゃ感動する。何これ？ジブリ？ジブリ？ジブリじゃない。アニメで今だったら見てください。大丈夫です。NEXT の伊藤勇樹です。対戦相手が現役の消防士さんということで、僕の試合はかなり激アツな試合になると思うんで、鎮火させられないように頑張っていきたいと思います。試合終わったら観光しようかなと思ってます。佐賀のいいパチンコ屋さん知ってたら教えてください。